演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、ちょっとバナナジェラートアイスバーを食べたいと思います。あのバナナジェラートラッテがアイスになってるんですね。どんな味なんだろう。やっぱりあのバナナの効いた濃厚な味わいなのかな。クラッテになるとどう変わるのかな。クラッテじゃないわ、アイスになるとどう変わるのかな。アイス変わるのかな。では、おー、こんな感じです。では、いただきます。バナナの甘さっていう中にシャリッとした食感みたいなものになって、ふらっと広がっていくんですよ。フラッテのミルクが入った滑らかな味わいとはまた違ったシャリシャリ感とバナナの甘さを感じて楽しむことができて、とっても美味しかったです。バナナの純粋楽しみ会ならこちらの方がいいかもしれないですね。というわけでこちらの伝説させていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。エンドです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。